正しいとは何かというのを本を書いた時にですね、いろいろまあさらに深く考えております。本というのはある思想で縦糸なんですが、ブログで横糸という組み合わせでですね、考えていきたいと思っておりますが、2回目はスギ花粉症、ゆっくりいきたいと思うんで、いろんな面から考えていきたいと思います。現代の日本では正しいということは非常に考えるのが重要であります。そして、まあ、原発事故の後ですね、多くの方がご自分で正しいということをお考えになり、この前地球温暖化についてご自分で整理されたものを送っていただきまして、本当に素晴らしかったですね。こういうのが進みますとほとんど NHK が騙すなんてことできなくなってきますけども、実は1970年ぐらいからいわゆるスギ花粉症とかアレルギー性鼻炎とかアトピーなどの自己免疫疾患が増えてまいりました。この原因一つはですね、家庭生活が非常に衛生的になったということですね。まあ、かつては水洗トイレもなく、家の中汚くて、道路に出ますと舗装もしてなかったから、ミミズの出した排泄物が風に舞って自分の胃に入るということがあったわけですね。したがって体内に入る異物を除去するという体の免疫系が非常に良かったわけでありますけども、まあ、現在では非常に衛生的になりましたので、少しの異物が入ってもですね、激しく反応した人が出てきたということですね。もともと人間というのはもちろん生物ですから、土ぼこり、田畑に巻いたおわいとかですね、そういうものが乾燥して飛んできたわけですよ。もちろんその汚いものを直接口に入れるということは人間はしませんが、風で飛んできたらやっぱり息とともに入っちゃいますからね。だからまあ土の中の微生物とかミミズの排泄物なんかも本当は体の中に入ってたわけですよ。それがやっぱりこれだけきれいになりますとね、やっぱりそれはそういかないわけですね。まあ、例えば水洗トイレ、下水道、舗装道路、冷蔵庫なんかはですね、全部まあいわば免疫という意味では敵なわけですね。医学的に、この前私テレビでちょっと言ったんですけど、医学的に衛生的にするということはいいように見えたけども、アレルギー疾患を増やすということは予想できず、その治療法も不明であるという状態に陥ったわけですね。まあ、これはお医者さんを非難するということはできないんで、人間というのはそんな知恵なんですよね。科学もそうであります。衛生的な環境というものが人間にとって全体としてはいいんですよ。それはもちろんいいんですけども、それをすることによってどのような副作用が起こるかということはわからないし、また考えないわけですね。それまた考えたくないというのがありますね。現在ではワクチンなんかもそれの一つですね。全体としてはいいんだけども、犠牲になる人をもう無視するというんですかね。だからつまり衛生的にするというのは誰もが賛成するんですけども、そのことによって非常に苦しむ人が出るわけですが、その人はもう切り捨てるんだというのが、まあ、今の我々のまあ文明度というか野蛮度なんですね。だからまあ言ってみればアトピーで苦しんだ人はですね、ある意味では衛生的な環境がいいといってそれを進めてきた医師の被害者だということですね。お医者さんは本来は他の人の健康を守るはずなのに病気を作ってるというわけですね。これは難しい問題なんですよ。お医者さんを非難するわけにいかないとさっき言いましたけども、全体としては正しいんですが、一部の被害者を無視するという態度はどうなんですかね。現在の福島でもそうです。原発再開問題でもそうですね。水俣病もそうでした。まあ、いろんな場合が起きたときですね、必ずですね、そういう医師のような、まあ、いえばお医者さんばかりないし、我々の学校の先生もそうなんですけど、全体が良ければ一部の人が被害を受けても、あ、そう、あなた被害を受けたのっていうのは態度を示すことが多いんですね。つまり、正しいということはかなりいい加減なんですね。二つありまして、大勢のための正しさと、それから少数の人の正しさというのが別のものであるということと、人間は現在正しいことを追求しがちで、正しいことが行われた後でもそれが正しいかというようなことまでは考えないわけですね。つまり、水洗トイレじゃなくて非常にトイレが汚いから水洗トイレにするというのはいいことなんですよ。伝染病も減りますしね、害虫も減ります。だけどもそれが行われた後、今度はアトピーで苦しむ人がいるんだと、その人たちにどうするんだという対策をですね、同時にはやらないんですよ。まあ、犠牲者が出ることはもう覚悟の上っていうような感じがあるんですね。まあ、スギ花粉症というのでもう一つ問題を考えてみますと、今度は環境団体が森林を破壊したという問題があるわけですね。一時前橋運動っていう変な運動もありましたし、まあ、紙のリサイクルは現在でもやってるのかもしれません。まあ、こういったものが森林を破壊してた原因を作ってきたことは間違いないわけですね。植林した杉は適切に伐採しないといけないわけですから、まあ、30年とか40年経ちますと
杉は焦ってですね、子孫を残すために花粉を出すわけです。もともとですね、森林というのは1平方キロメートルあたり、大体1年に確か150立方メートルぐらい樹木というものが育つわけですね。これは枝もあれば葉っぱもあれば、全部根もあれば全部入れてですね。そして通常は樹木のほとんどを間引いたり枝打ちしたり、枝自体だったり材木を取るときの樹木はこう樹木は丸いんでですね、材木四角く取りますと四辺がですね、三日月みたいなのが取れるわけですね。でこれが実に120立方メートル、つまり5分の4にも及ぶわけですね。つまり森林を植えても樹木として利用できるのはわずかに材木として利用できるのは 20% しかないということで、森林を破壊しないためには残りの 80% の端材とか枝をどうやって利用するかということですね。これは割り箸だったり紙だったり合板だったりしたわけです。当然昔はですね、それを薪に使ったりあらゆるところに使って、自然太陽の恵みを有効に利用するという生活をしたわけですね。もちろん将来遺伝子の操作によってですね、間引かなくてもいい杉というのができるかもしれませんけれども、やっぱり自然の状態というのは、杉は小さい頃過密に植えて徐々に間引いていかないとですね、材木の取れるようなちゃんとした杉ができないわけですね。もちろん枝打ちもそうで、枝打ちをしないと節ばかり の木材になってしまいます。そうするとおかしいですね。環境を大切にし、自然のものを大切にしようとしている環境団体が森を伐採するなと言ったということですね。これは明らかに日本の森の衰退は環境団体による犯罪であります。例えば1960年には日本人が使用する紙の 100% は全部日本の森林から取っておりましたが、現在では 10% しか過ぎません。ということはどういうことかと言いますと、森を伐採するなといった日本の環境団体は日本の森林を破壊したばかりではなく、外国の、むしろもともと発展途上国が多いんですけど、森林の伐採にも手を貸したということになるんですね。これは正しさという点では非常に難しいんですね。環境団体に所属している人は比較的良心的な人が多いんですよ。私もですね、本当にそう思います。それがですね、このような環境破壊と犯罪をなぜ起こしたのかということですね。この場合の正しさとは一体何だろうか。環境を守ることは正しいんですよ。100本譲れば正しいかもしれませんって書きましたけど、正しいんですよね。だけどもその環境を守るということはどういうことなのかということですね。森林を切らないというのが環境を守るというふうに短絡したわけですけども、それは本当なんですかということですね。それからもともと日本の森林はどういう状態が環境を守るという状態なのかということですね。ところがこれがおろそかにされたのは何でかって言いますとですね、環境を守ることは正しいということまではいいと思うんですよね。ただですね、環境団体の人は俺たちが正しいと思うことは正しいんだと、だから環境を守るということを正しいということをしてるんだから正しいんだという循環論法ですね。つまり環境を守るのは正しい、だから環境を守っている我々は正しい、だから正しい我々が言ってるんだから正しいという、こういうですね、循環に陥っちゃったわけですね。周りの人もですね、環境を大切にしたいと言ってる人が、我々は良い人なので、環境運動が悪だってことを言いにくいわけです。私もですね、何回か言おうと思って、環境の運動をしてる人の顔が思い浮かぶんですよ。ちょっと本当に熱心でいい人が多いんでね、ちょっと環境団体が悪だっていうのも問題だなと思ってやめたわけですね。だけどもここで厳しく言えば、地獄への道は善意で舗装されていると、いうことをですね、思い出す必要があるんでしょうね。つまり私がここで言いたいのは、杉花粉症は人知の及ばざることが起こったわけではなくて、しっかり考えて議論すれば分かったということを強引にやった、そして多くの人を苦しめた問題なんですね。明らかに悪が存在します。大勢の人にとって良ければ、少数の人は犠牲になってもいい、これやっぱり野蛮ですね。子供のような力の弱い人が苦しんで無視すればいい、これもダメですね。科学的なことを考えずに好き嫌いでやってもいい、これ野蛮ですね。人が言っていたらその空気に従っておいた方がいい、これ野蛮ですね。そしてみんな野蛮なことをして前橋をぶら下げ森林を破壊したわけです。今でも花粉が爆発する、こんなの爆発しませんよ。だって花粉というのは中におしべの元があるわけですから、あるところでは弾けないといけないんでね。
もうこういった不適切な発言を言って専門家が言ってそれを報道するっていうメディアもいるということもですね、手を貸したでしょうね。ちょっと横道にそれますが、私はタバコを吸うということはあまり悪くないと言ってるんですけども、この野蛮に当てはめますとね、タバコを吸うことはそんなに悪くないんですけども、それから大勢の人には問題ないんですが、タバコの煙に弱い人がいるんですよ。だから大勢の人にとって良ければ少数の人は犠牲になってもいいってのはやっぱりダメなんです。だから私はですね、タバコを吸うということとタバコをどこで吸うかということを分けて考えなきゃいけないって言ってるんですね。それをきちっと考えることが野蛮から出ることですね。じゃあですね、森林はどうするんだっていう問題は別ですね。これは森林の所有権を統合しなければなりません。今みたいに日本のようにですね、多くの人が森林を少しずつ持ってるとか、山の中のちょっとしたところを少しだけ誰かが持ってると、それもなかなか住所が特定できないなんてじゃですね、どうにもならないんですね。それからやっぱり森林は公共財である、つまり入り合い権の社会ですからね、これを合意するってこと。それからやっぱり日本の地形はちょっと変えなきゃいけないところがありましてね、日本の地形を変えるという非常に大きな問題ですけど、これをやっぱり取り組まなきゃいけないっていうことですね。それからもう一つは、植物が生育したものをある程度人間が利用していい、つまりお米を育てたらお米を食べていいということですね。森林を切っちゃいけないというのは非常に強引な原則を立ててはいけない。それから山奥に自然林を作り、麓に人工林を作るという、我々人間の知恵というものを生かさなければいけない。つまり、どの辺を正しさとするかということを議論し、何を直すかということで花粉症の被害を食い止めるということができると思います。我々森林国ですから、非常にこのものは非常に慎重に考えなきゃいけないと思いますが、ここにちょっと例を書きましたけども、例えば知恵のない、哺乳動物はですね、網の向こうに食べ物があるとただ網に突撃するだけです。これは私に言わせると花粉の少ない杉の研究みたいなものですね。だけどもちょっと高級になりますと金網を回って取りに行きます。これは森林の利用を本格的にやってですね、花粉があまり被害が起こらない、それから我々もですね、あんまり免疫が壊さないような街づくりをですね、自然と一体とするということですね。杉の花粉の花粉症を教訓にして、我々は何が正しいか、何を間違ってたかを考えるということについてはですね、とてもいい教科書といいますか、そういうものになると私は思います。